共感というのは他人の感情を理解する能力のことを指しますが、このチャンネルで大々的に取り上げているナルシストと呼ばれる人たちは他者に共感できません。しかしナルシストみたいに自分を過大評価して他者を見下すような行動を取りながらも相手に共感できるタイプの人たちがいます。まるでナルシストのように自己中心的なのに、こちらの感情を明確に把握してくれたり、感情を汲み取る能力に長けている。このようにもし今からお伝えする特徴が当てはまると、あなたが関わっている人はもしかするとナルシストじゃない可能性が高いかもしれません。本題に入る前にお知らせです。こちらの電子書籍ではナルシストとの関係で悩んでいる方々に向けて心理的虐待から抜け出すための貴重な情報をお伝えしています。ナルシストの心理的虐待から解放されたい方、傷を癒したい方、ナルシストとの関わり方がわからない方、この本に興味を持ってくださった方はぜひ詳細を概要欄からチェックしてみてくださいね。自己防衛の方法など役立つ情報がたくさん詰まっているので、ぜひこの機会にアメリカ最新のナルシスト対策を学んでみてくださいね。今日お話しする共感しながら操ってくる人と関わるとかなり危険です。なぜなら彼らは相手の感情を理解できても感情的なつながりや思いやりがありません。エンパスのように高い共感性を持ちつつも人を利用したり踏み台にしてのし上がろうとする卑怯で関わると危険な性格をした人たちを心理学ではダークエンパスと言うんですね。何度私の動画を見ても自己愛性パーソナリティ障害について調べても、自分が関わっているナルシストはこちらの気持ちを分かってくれるし決して悪い人ではないよなという人は、今回解説させていただくダークエンパスに該当するかもしれません。ナルシストの代表的な特徴でもある共感力の欠如ですが、共感力の欠如というのは他人の環境を理解できない状態を指します。つまりナルシストは人を傷つけて相手が悲しんでいても、かわいそうにひどいことをしたなぁと相手が辛い思いをしていること自体を理解することができません。一方でダークエンパスは自分の利益ばかり求めて自己中心的だったり、ナルシストっぽいけど他者の感情を理解して思いやりのある行動を示すという独特な矛盾を内包しています。ですが、こちらの気持ちを共感してくれても必ずしも助けたりはしません。実はダークエンパスは心理学の研究でもまだ新しい概念なんですね。最新の心理学で明らかになってきた人格とされていますが、パーソナリティ障害ではなくてパーソナリティの特性なんですね。もっと詳しく言うと、ダークエンパスはエンパスにダークトライアドの要素が混ざった人のことを指します。はじめにエンパスとは共感力の高い人のことです。感情の共感性が高い人は他者の感情に対して敏感で、その感情に影響を受けやすいと言えます。例えば相手が悲しんでると自分自身も悲しくなったり泣いてしまったりする傾向があるんですね。またネガティブなニュースや映画のシーンが彼らの感情に大きな影響を与えますし、逆に相手が喜んでると自分のことのように嬉しくなったりするタイプの人はエンパスの傾向が強いということになります。そしてダークトライアドはナルシシズム、マキャベリニズム、サイコパシー、この3つの要素を揃えた人々のことです。ナルシシズムを持つナルシストはこのチャンネルでメインで取り上げているので知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですが、彼らは自己中心的で自分自身を特別な人間だと思い込む古代性を持つ人たちのことを指します。マキャベリニズムを持つマキャベリストは操作的、支配的、搾取的とされていて、卑怯な手を使ってでもズルをしてでも職場や社会で勝ち抜こうとする性格を持つ人たちです。多くのナルシストはマキャベリニズムの要素を持つことが多く、彼らはナルシストのように少し傲慢な態度が目立って、他にも特徴として嘘が多いとされています。そしてダークトライアド3つ目の特性として、サイコパスは他者を傷つけることに対して無関心で道徳的な良心が欠如しています。他者に対して愛情や思いやりがなく、非常に冷酷なパーソナリティを持っていて、悪行を犯しても反省や罪悪感を抱くことがありません。以上がダークトライアドの主な特徴なんですが、要約すると、
このダークトライアドという危険なパーソナリティはエンパシーが加わるとダークエンパスということになるんですね。エンパシーを持つエンパスは思いやりのある心を持っていて、他者に配慮する一方でダークエンパスは思いやりを持ちながらも相手を傷つけるので、ダークエンパスは心理学的にはダークトライアドよりも驚異的なパーソナリティとみなされています。ダークエンパスが親切に接してくれるし決して悪い人ではないと感じる理由は彼らが認知的共感ができることにあります。要するに彼らは相手が何を望んでいるのかなど相手が抱いている感情をかなり明確に理解することができるわけです。ちなみにダークエンパスが持つエンパスとダークトライアドの割合なんですが、エンパスが50だとするとダークトライアドも50くらいでほぼ半分の割合だそうです。そんなダークエンパスを見抜くためのサインをまとめたので今から皆さんに紹介していきたいと思いますので、よかったら身近にいる人に当てはまる人はいないかチェックしてみてくださいね。共感しながら操ってくるダークエンパスの特徴、一つ目は表面的な魅力です。ダークエンパスは相手の利用価値を見極めるために最初は親切で優しい姿を見せます。そうやって相手をその親切さや優しさ、魅力で一気に包み込んで相手を引き込んで信頼を築くんです。ただその裏には利用や支配、コントロールといった意図が隠されています。外交的でコミュ力も高くてお世辞を多用して、例えば相手をやたらと褒めるなどの行動をとります。ダークエンパスは相手が悩んだり弱っている時を見計らって他者の脆弱な状態に共感してその弱みを利用します。彼らは不正直で自分の目的達成やニーズを満たすことが最優先です。彼らにとって利益が全てですので、指導や支援をする立場でありながらもターゲットを納得させたりうまくいくように導いたりすることを目指すのではなくて、自分の価値観や常識を無理やり押し付けてきます。そのため話していても矛盾や物の足りなさやとか何かが欠けていると感じることがあるかもしれません。専門的な話をしながらもどこかおさんくさく聞こえたり、果たしてそれが真実であるのかどうかを疑うこともあるかと思います。よって言葉遣いや仕草が荒々しくて言ってることが全部むちゃくちゃで不合理な発言をすることもあります。彼らの行動が彼らの言葉と一致していないことがよくありますし、これらは全て見せかけでフェイクなんですね。共感して相手の懐に入りますが、自分が責任を取らなければならない状況や都合が悪くなると、その後無視して接触を断つゴースティングと呼ばれる行為を行うダークエンパスも多いです。2つ目は計算高いです。ダークエンパスは計算高く嘘をつくことを厭わない人たちです。高い共感力と同調性を持ちながらもターゲットに対して敵対心を抱いて支配欲が強い傾向があります。支配欲が強いということは恋愛や親子関係、夫婦関係、上司と部下の関係などで束縛やコントロールを行う可能性があります。グループ内でいじめを行う際にも問題にならないと考えられるおとなしい人をターゲットと定めて、証拠が残らないように慎重に行動するため本当に卑怯です。ここでダークエンパスがよく使用する心理テクニックの方法を紹介したんですが、ガスライティング、ラブボミング、被害者のふり、皮肉を言う、脅す、悪い噂を流す、受動的攻撃、これらがダークエンパスがよく使用する心理テクニックの方法とされています。3つ目は罪悪感を感じさせてきます。ダークエンパスはターゲットに罪悪感を植え付けて無神経な行動をとります。攻撃的で悪意のあるユーモアを用いて褒めながらディスるなどの狡猾な手を使うんですね。結果的にターゲットは自己嫌悪に陥って自信を失うことがありますが、ダークエンパスはナルシシズム、マキャベリニズム、サイコパシーの特性を併せ持つダークトライアドでもあります。ということは容赦なく自分本位で生きるし、相手の負のエネルギーでさえも自分の内側でポジティブなエネルギーへと変えていくわけです。ですから彼らは大勢の前で悪口や否定的な発言をすることで相手を傷つけて恥をかかせるわけです。何のためかというと自分が優越感に浸るためです。
ナルシストのように自己陶酔を搾取するためにメキャベリニストのように相手を蹴落として自分が戦っているリングから排除するためにサイコパスのように無慈悲に操作して損得感情だけで行動するわけです。とはいえエンパシーがありますから相手に対する思いやりを常に持っているわけです。そのためあからさまに攻撃しなくてもどこか皮肉っぽい発言をしたり心配したふりをしながら自分が不利にならないような発言をするので敵対的な態度をとっているようには見えません。本来の本物のエンパスは勘が鋭くて洞察力が優れた人なので悪意を感じることができますが、ほとんどの人たちは簡単に騙されることが多いです。ダークトリアドは攻撃性が強いために直接的な攻撃を行いますが、反対にダークエンパスは受動的な攻撃を行うことが多いです。ダークエンパスは相手を助けながらもあなたのためにやってあげたんだよとさりげなく罪悪感を感じさせてきたり、自分の行動の正当性を主張したり、周囲の人たちを巻き込んで状況を混乱させたり、いつも自分が得をするように行動しながら生きています。4つ目は搾取します。ダークエンパスは他者からエネルギーを搾取して食い物にします。他人が傷ついて悲しんでいるのを興奮したりとか、それに便乗して叩くようなアンチ活動をすることもあります。感情にもエネルギーが含まれますから、彼らは相手の感情を利用して自己の要求を満たそうとするわけです。気にかけるふりをしながらも相手の痛みを感じることで満足して、それを利用してエネルギーを得ます。また、傷ついたり不安に感じている相手は、ナルシストやダークエンパスなどの人にとって絶好のチャンスです。エネルギーの搾取だけではありません。他にも情報の搾取というものがあります。虐待行為をしていく過程において、被害者から情報を引き出して、個人情報、個人的な秘密やプライバシーを無理やり明かせることで、相手の弱みにつけ込むことがあります。こうしてダークエンパスは他者を支配したりコントロールすることで、被害者の行動や意思決定に干渉して、自分の意向通りに動かして相手を操るんです。そんな利己的で他者を利用するダークエンパスは、規則や法律を無視して不正行為や詐欺をすることもあります。次は被害者意識が強いです。ダークエンパスは被害者意識を強調します。自分が不当な扱いを受けていると感じるために、些細な出来事でも大げさに誇張して自分を被害者として見せかけることで他者から同情を引き出そうとするんですね。例えば実際には親から虐待を受けたことがなくても同情して手を差し伸べてもらうために、自分をかわいそうな立場に置いて大胆に嘘をつくこともあります。反対に相手の感情に共感しているふりをして特別扱いして関心を引くために、それは辛かったね、大変だと少し大げさに話すことも得意です。ダークエンパスが被害者意識を持つ理由はいろいろありますが、大きく分けて4つあります。1つ目は自己の利益の優先です。被害者を装って同情や注目を得ることで自分の価値を高めたり特別な扱いを受けることを理解しているからです。2つ目の理由は過去の経験や環境が影響していると考えられます。例えば過去に虐待やトラウマを経験したことで被害者意識を強める場合があるので、家庭環境や社会的な影響も被害者意識を形成する要因になります。3つ目は強いナルシシズムです。強いナルシシズムというのは簡単に言うと歪んだ自己愛です。私たちは自己愛が必要ですが、歪んだ自己愛は自分を中心に捉えて自己保身のために他者を攻撃したり利用したりなど、健全なナルシシズムもあれば悪性ナルシシズムになるのが自己愛性なんですね。強い被害者意識は大抵の場合この自己愛性から来ることが多いです。最後の4つ目は注目されたい欲求です。要するにかまってちゃんなんですね。自分が注目の的になっていないと嫌なんです。ダークエンパスは自己中心的でありながら同時に自己評価が非常に低いです。なので他者からの注目や関心を求めることで自己評価や自己肯定感を高めようとします。こういう嘘をついて人を騙したり相手の感情をもてあそんでコントロールする人が身近にいると
どれだけ危険なのかということをこの動画で知っていただけたかと思います。今日ご紹介したダークエンパスなど関わると危害を加えてきたり警戒するべき人物をいち早く見抜きたいという方へ、こちらの動画ではメンバー会員の方へ性格に問題のある人を見抜く方法について解説しています。当チャンネルのメンバーシップでは今日の動画でご紹介したようなナルシストやサイコパスに対処するために必要なスキルや心理的に攻撃してくる人から自分を守るための方法を公開しています。参加方法につきましては画面下のメンバーになるのボタンもしくは概要欄のリンクからできますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。それでは本日もご視聴ありがとうございます。次回の動画も見逃さないように、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。これからも皆さんと一緒に学んでいけることを楽しみにしています。では次回の動画で。